い、毎度三上玄三や、コロナコロナよ、お前のせいでイベント中止になったやないかい。そしてオープン戦見に行かれへんやないか。お前どうしてくれんねん、おい。お前何ヶ月待った思っとんねん。お前クソしょうもない4、5ヶ月ダラダラ過ごして、いやもうやっと、もうやっと野球が見れる思ったらコロナ登場、きしょいんじゃ。プロ野球ファンの楽しみ奪うな、おい、わかるか。特に阪神ファンはシーズンオフ何をして過ごしてるか知ってるか。ぼーっとじゃ、ぼーっとして過ごしとんねん。毎日な、抜け殻のようにな、学校や会社行って帰ってきて寝る、屍のように死んだように寝る。そして週に一回熱血タイガースどう見る、録画してもう一回見る。そして月刊タイガース、そしてファンクラブの解放を穴が開くほど読む、そして寝る。それの繰り返しやぞ。まあ、そんな地獄のようなシーズンオフ過ごして、やっと、まあ、やっとって時にコロナ、キショイんじゃん。バリクソキショイの。もう鳴尾浜も20日まで立ち入り禁止や、勘弁してくれよ。いやお前開幕までにはコロナ、お前消えてるんやろな。おいコロナ、いやお前友達おらんぞ。お前バリクソ嫌われとんぞ。わかってる？ええか。あ、よう聞けコロナ。あ、よう聞けよ。あ、よう聞けよ。くたばれコロナ。それ行け行け。